ロバート・クルーヘンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1908年に開催されたロンドンオリンピックの200メートル走で銀メダルを獲得した。アイルランドに羊を持ち、10分のジョンは1909年に5代目のマンハッタン区長官に就任している。クルーヘンはアイリッシュアメリカンアスレチッククラブの一員として陸上競技に取り組んだ。 1908年のロンドンオリンピックでは最初アメリカ代表チームへ加入できなかったが不定期戦でヨーロッパに渡り代表チーム入りを現地で許可されたロンドンオリンピックでは100メートル競争と200メートル走の2種目に出場した100メートル走では予選で1位となったものの準決勝を棄権したロンドンオリンピックでの200メートル走は 15の国から43人の選手が出場して7月21日、7月22日、7月23日の日程で実施された。クルーヘンは予選8組を23秒4の記録で1位となって準決勝に進み、準決勝も1位となって決勝に挑むことになった。決勝ではカナダ代表のボビーカーと同タイムだったが、金差で銀メダルを獲得した。 ロンドンオリンピックと同年の1908年に AAU が主催したジュニア選手権の100ヤード層で10秒2の記録を出して優勝し、同年の AAU 主催室内競技会でも60ヤード層と75ヤード層で優勝してアメリカ国内最良のスプリンターの一人という評価を定着させた。AAU 主催室内競技会では1910年にも60ヤード走で優勝している。 1909年130ヤード走で当時の世界新記録12秒8を記録した。1910年には110ヤード走で10秒8の世界記録を樹立している。1922年にバーモント大学の陸上競技コーチに就任した。その後バーモント州からニューヨークに戻ってブルックリンにあるエラスムスホール高校の 陸上競技部のコーチを1926年から1930年まで務めた。1930年8月、オリンピック代表への復帰を目指してトレーニング中に死去した。ありがとうございます。